どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回なんですけれども、2014年12月6日土曜日に、アップバンクストア新宿でイベントをやることになりました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、詳細の方をちょっと、安田さんにご説明していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、12月6日、土曜日にコスケのパズドラ教室、はい、はい、こちらの方開催いたします。はい、よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。なんか先生とか言われたことないね。先生、なんか白衣用意しましょうか、先生。いや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 、最近白衣転がってるんですよね、会社の中にね。タレさんがよく来てます。あ、あれだ。バイヤー学園。バイヤー学園。あれ来て、はい。はい。で、どういう内容でやっていくのか。はい。っていうところなんですけど、パズドラを始めた、今回ですね、はい、小中生の方対象。はい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 。お子さんですか、はい、お子さん対象に。はい。はい、中学生はそのお子さんっていうことだね。コスケ先生が、はい、はい、ティーチャーコスケがですね、なるほど、はい、パズドラの基本、はい、はい、だったりだとかね、整地の仕方だったりだとか、うんうんうん、あとパーティーの組み方だったりだとかね、うんうんうん、そういったことをなんと教えていただけるということで、うんうんうん、へーじゃないよ先生。へー、なるほど。はいはい。なぜに一言。いやー、言って小学生中学生パズルうまいっすからね。遅いですよね、飲み込み早いっすよね。はい、もう、うん、パズチャレの大会の2013年かあれ、うん、1周年の時の決勝なんて、うん、あ、そうだ、ほとんど初中学生だったんで、ね、はい、あれはね、俺が教えてもらう側になっちゃうかもしれないですけど。うん、パズルとかに関しては本当に、うん、なるほどなるほど。で、まあもちろんそのパズドラの基本もそうなんですけども、質疑応答の時間とかも作りたいと思いまして、はい、ああ、なるほど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 。そこでまあちょうど来週っすよね、パズチャレ、そうですね、新宿決戦やりますんで、はい、それに関しての質問とかもしてもらえればな、うん、何でもいいっすよ、パズドラじゃなくても、うん、大体答えますよ、答えれるやつだったら。なるほど、はい。どんな振りなのっていう。え、いやいやいや、まあまあ、なんかせっかくね、そういう学生のこと、うん、なんかこうね、うん、会う機会があんま僕ないんで、あんまないっていうか、まあ会って話すことはないんで、ね、あのお客さんと会うことはありますけど、うん、生放送とかの時に、なるほど、まあ、会って話すってなるとちょっとなかなかないので。そうですよね、はい、僕としては非常に楽しみですね。 な、はい、なのでよかったら遊びに来てくださいっていう感じですね、はい。まあ、なんで感覚的にはね、はい、なんか遊びに来てください。そうですね、うん、なんか、うん、触れ合ってください。そうですね、小助先生と遊ぼうみたいな、ね、そう、うん、全然先生でもないし。そんな楽しい会にね。はい、イベントにしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。で、ちょっと皆さんに事前にお知らせしておきたいことがありまして、今回ですけれども、はい、あのイベントの模様をですね、ちょっとあの究極攻略 TV に入っていただけるとのことなんで、ちょっとあの撮影入ります。はい、はい、なんで、あ、このチャンネルです。あ、そうですね、このチャンネルね、撮影入りますので、はい、ちょっと事前にそこだけ了承いただける方、はい、うん、こちらの方限定となっておりますんで、よろしくお願いします。まあもちろんあれですよ、あのお客様を映したりとかは、ああ、基本的にないので、うん、ただもしなんか終わった後に感想とか、うん、自分のパズドラ自慢とか何でもいいんですけど、うん、まあ、ちょろっと話していていいよっていうことこはね、よかったら、ああ、そうですね、映っていただければなと、はい、はい、と思うんですけどもね、うん、っていうところですね、はい。で、詳しくはまた記事、あとアップバンクストア、新宿のツイッターなどで、はい、告知の方はさせていただきますので、そこ見てくださいと、はい、いうところと、あ、すいません、大事なこと言うの忘れてました、はい、参加券配ります。朝一、はい、先着30組分、組、はい、人じゃなく、 あ、そうですね、組ですか、30人ですね、人です、30人。あのイベントスペース30組です。なんか1組3人とかで来られたらもう無理なので。そうですね、30人分、はい、32名分ですね、はい、はい、そちらの方ですね。で、もちろんそれ間に合わなかったって言っても、全然あのイベントスペース結構開放的なところなんで見れると思います。うん、こっそり見ていただければね、全然見れると思いますので、はい、ぜひご参加いただければと思います。ぜひぜひ、はい、なるほど、はい、っていうところですね、はい、
詳細を今知りました。ありがとうございます。リアルタイムに聞く。まあ何か言えることを話せることを考えておきます。はい。はい。まああまりね。うん、本当に言ってしまえば視聴者の方ですね。そうですね。はい、この動画で知ったって方もね、うん。はい。あまり、ね、話すこととかできないじゃないですか。そうですね。はい。うん、あまりね、本当にリアルイベントと言いますか、リアルイベントっていう表現どうかと僕思うんですけど、なんかそういうイベント、うん、お客様との一対一というか、うん、の、イベントを最近あまりやってなかったので、うん、個人的には、このイベントを、はい、やらせていただけて非常に嬉しいです。あ、いいですね。なので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかね、よかったらお友達とか、うん、まあ、ちょっと一人だと怖いよっていう方、不安な方はね、うん、お父さんお母さんとか、うん、同伴で、はい、まあ、保護者の方はまあね、まあ、中学生には必要ないと思うんですけどね、うん、小学生、やっぱ中学低学年、小学、中学年の方だと、ちょっとね、うん、こうどこ、あれだと、ちょっときついと思うんで、きついっていうか怖いと思うんで、うん、そうですね。不安な方はね、よかったらお父さんお母さんと、そうですね、新宿大きいんで、はい、うん、たくさん人いますんで、ぜひ、お父さんお母さんと一緒に来てもらえればなと。はい、それでは、12月6日当日にお会いしましょう。バイバイ。